2週間でできる肝臓のデトックス。質の悪い食生活、不節制な生活習慣、ネガティブな感情などの影響を最も受けやすい臓器は肝臓です。これを読んでいる今が良い機会です。肝臓のデトックスをしてみませんか？この記事では、肝臓のデトックスが15日間で簡単にできる食品についてご紹介します。普段より少し気をつけるだけで、体が活性化して体調が良くなり、元気になれます。朝食。朝食は1日の中で最も大切な食事です。1日の始まりにエネルギーを補給し、気分を向上する働きがあるからです。朝食は決して抜いてはいけません。朝食を食べることで健康的な体重を維持できるだけでなく、日中の空腹感をなくしたり、疲れにくくすることができるのです。15日間でできる肝臓のデトックスは、毎朝朝食を食べる前に良質のオリーブオイル、大さじ1、トレモン果汁、1、2個分を、入れたグラス1杯のお湯を飲むことから始めます。マッツ。お好みで、それぞれの材料を別々に飲んでも構いません。この飲み物が臓器、特に肝臓の1日のデトックス開始を促します。次に朝食用のスムージーを作ります。材料を見て驚くかもしれませんが、見た目に惑わされてはいけません。とても美味しいものです。材料。リンゴかなし、1個。バナナ。中くらいの大きさのもの1本。ほうれん草の葉、1つかみ。スピルナ粉末、小さじ1。スピルナは、螺旋状の藻で、多くの栄養が含まれるスーパーフード。種を抜いたプルーン、2個。くるみ、アーモンド。ヘーゼルナッツなどのナッツ、一つかみ。あらかじめ砕いておくと良い。オーツ麦、1、2カップカップ。生姜、シナモン、少々。ドライイースト、小さじ1。ココナッツオイル、小さじ1。蒸気の材料をできるだけ滑らかになるまでミキサーにかける。このスムージーを一気に全部飲んではいけません。時間をかけて少しずつ飲みましょう。このスムージーは非常に栄養価が高く、血糖値を下げる働きや不安神経症を緩和する働きがあります。そしてもちろん、肝機能の改善に効果的です。食生活。肝臓のデトックスにとって食生活は非常に大切な要素で、特に肝臓が最も活発に働く夜の食事は重要です。バランスの取れた食事を心がけ、食べ過ぎないように注意しましょう。デトックスに良い食品。サラダ、ガスパチョ、冷製野菜スープ、焼き野菜、鉄板焼き、グリル。全粒穀物、でんぷん、米、セモリナ粉、じゃがいも、さつまいも、パンなど。タンパク質、脂肪分の少ない肉、
魚、卵、豆、植物性タンパク質、豆腐、セイタン、テンペ。セイタンイコールグルテン粉を水で溶いて茹でて作る食品。グルテンミート。テンペイコール大豆の煮豆をテンペ菌で蒸しを発酵させたインドネシアの伝統食。健康的な油脂、オリーブオイル、ナッツ、アボカド。これらの食品の中のどれを食べても良いですが、注意したいのは、それぞれのグループから必ず一つは摂取するようにすることです。デザートは消化を悪くするので食べないようにしましょう。でも空腹の時には次の中から一つなら口にしても良いでしょう。リンゴ、梨、パイナップル、パパイヤ。自家製のリンゴのコンポート、イコールシロップ車。蜂蜜入りカッテージチーズ、ナッツ、茶類、夕食。肝臓のデトックスにとって最も大切なのは夕食に接する食品です。夜は体がより多くのエネルギーを必要とする時間帯からです。消化の良いものを食べて眠る時に空腹でないようにしましょう。デトックスを効果的にするためにはこれを厳守しなくてはなりません。デトックスに良い夕食のメニューは下記の通りです。この中から好きなものを変わる変わる選んで食べると良いでしょう。小ゆで卵入りの野菜スープと全粒粉パン、野菜スープと焼き魚、ズッキーニ入りオムレツとサラダ、マッシュルームとチーズ入りの野菜炒め、トマト、アボカド、七面鳥を添えたコーンケーキかライスケーキ、アップルソースをかけたカッテージチーズとくるみ、完食。肝臓のデトックス効果を高めるために1日を通してお茶を飲むと良いでしょう。デトックスに有効なお茶は次の通りです。ブレンドして飲んでも良いでしょう。タンポポ茶、アザミ茶、ボルト茶、パキチョーク茶。甘くしたい場合はステビア、ステビアの葉から抽出された植物由来の甘味料を加えましょう。レモン果汁を加えると風味が増します。肝臓が最も活発に機能しているのは夜間なので、夜眠る前にこれらのお茶を飲むとデトックス効果が高まります。